ケイ、おはようございまーす。おはようございまーす。はいはい、ポルポンは何？もうポルポンの話してもさ、もう意味ね、めんどくさいだけだもん。ポルポンのこと好きでもないし、私は彼氏もいるし、ただあっちから悪口言われたら私はね、対抗しますよってこと。そういうだけ。遊んでるだけ。ね、あっちが私の話題したら私はそれに乗って、ね、玉を返してあげてるだけだよ。ね、暇だから。小前くんを窃盗扱いしただろ、謝れん。窃盗犯みたいな顔してんじゃん。ちゃうの？ちゃうの？なんか泥棒っぽいじゃん。ねえ、どちらかというと。じゃあなんかね、私の銀行の録画でそれ見返したんだけど、あ、お茶ばっかりやと、いえいえ。お金がなくなって、コンビニを下ろしに行った時に小前くんが近くにいてね、私のカードを預けたの。配信もあるし、ちょっと酔っ払ってるから下ろしてきて、みたいな。ね、お金下ろしてきてって預けて、それ下ろしてきたんだよ。それでカード受け取った時に中村くんとかいて、それは犯罪だから、みたいな、警察呼べ、みたいな話になって。うん、だから警察呼んで、っつってね、酔っ払いながらね。その録画、誕生日から録画を見てさ、結構中村くんにきつい当たり方をしてんなって気づいたの。じゃ、彼のことは嫌いじゃないんだけど、なんか中村くんにはすっごいね、私ね、すごい口も悪いし、こうドーンってやったりとかさ、なんつうのかな。やっぱイケメンじゃないからかな。イケメンにはね、そういうことしないんだけどね。なんだね、やっぱブスだかな。扱いが違うのかな、みたいな。ちょっとかわいそうに、中村くんごめんね。結構ね、首絞めたりとかね。胸ぐら掴んで押し倒したりとかしてたんでね、見てたらさ。それはちょっとね、酔っ払いすぎてすみません。中村くんなんてひーちゃんへのプレゼント、天岐阜5000円だよ、お金持ってるね。今ね、中村くんお金ないからね。ないんだよ。だから5000円でも多いんじゃないの？中村くんの稼ぎね。今中村くん、めっちゃね、ふわっちでアイテム止まなくて困ってるみたいな。それも話し、多分してたと思うけど。ゼロワンくんは、藤沢奈々はイベントやれないってバカにしてた。はい？どういうこと？ゼロワンもさ、私のこと好きだよね。ちょこ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 。もう美容室、紹介するのやめようかな。ゼロワンくんかな？私が行ってる美容室紹介してとか言ってるけど、そんなこと言ってるやつに紹介できるよ。で、なんか、紹介すんのや、したくないよな。で、イベントがね、藤沢なのはできない。は？散々やってるし、ツイキャスの中ね。ね、オフ会だってやってるし、ね、リアトツ町だってやってるし、誕生日会だってやってるし。それは多分ね、私に誘ってほしいと思うよ。あとね、これはひーちゃんから送られてきたやつね。いいよね、このツーショット。うん。私ちょっとね、後ろ側に隠れてんだよね。ひどんなちゃんがめっちゃ顔でかく見えるじゃん。でも、横に一緒に並ぶと、私と同じぐらいね。のでかさま。ただ体は私の方がちっちゃいよね。じゃない？やっぱり100キロ級と100キロ以下ってね、やっぱね、天と地の差があるよね。大きさ的にはさ。じゃないの。女のずるいとこ出して、いや、画面映えするように。でもね、なんかね、実際会った人とかはみんななんか私のメイクを結構褒めてくれてたな。メイクを。1時間半ぐらいね、私にメイクかけたんだけど、
ちょっとね、新しいメイク法とかさ、新しい化粧品使ったんだよ。だから、メイクすごい決まってて。で、いつもやんない、なんつうのかな、夜メイクみたいのをやったんだよな、ね。いつもは、ほら、最近は夜働いてないから、昼メイクとか多いんだけど、お夜メイクだと映えるよね。褒めるとこ以外会話がないってことですよ。わかりませんか？いや、褒められない人もいるから。じゃないの。褒められない価値のない人もいるから。私はまだ褒められてんだが価値があるってことの。ね？誰にも相手されなくなったら終わりってことだよ。バーカ。な？褒められたことあんの？一日何回褒められてるの？私100回ぐらい褒められてるからな。ね？100回ぐらい綺麗可愛い言われてる。そんな人っている？いないよね。ね、あんたたちの子供じゃねえんだよ。なあ？あんたたちの。ね、私のこと息子だの娘だのね、思ってるね、子供扱いしてる人たちいますけど、そんぐらいのルールも知ってるし、それぐらいの社会にも出てますんだよ。ね、私を、ね、たまごっちのね、飼育ゲームだと思わないくらいの？本当に。たまごっちじゃねえんだよ。うんこしたらうんこ流してあげる。ねえ、飯、お腹空いたらね、ななちゃんお腹空いてないの？とかさ。ほんとだよ。そんな感じなの。なんかさ、なんでそれ溜まってんの？今度火曜日。なんか言えるとこないの？保管通り行ってこいよ。うちだけじゃなくて。っていうね、期待感があるんだよ。だったらお願いしますって言ってよね。人に頼むときはましてやね、体重なんてさ、人様に見せびらかすようなもんじゃないですよ。こんたくさんのとこね、ななちゃんお願いします、どうにか体重を私たちに見せてくれませんか、どうぞよろしくお願いします、奈々ちゃんの体重を見たいから、私たちはそれが生きがいなんで、たくさんたくさんで体重を見せてください、私たちは楽しみにしてるんで。いや、ハーレム、これがさ、俺が正嗣が、マサツグが、おめえらをだけになったらいいんだよ。ね？パイオツデーカーの姉ちゃん、金髪の、パツキンの、な？グラマー姉ちゃん好きだったらいいんだけど、そうもいかねえだろうからなんだから。ね？おめえらを抱いたら私は億万長者になれるよ。キモいってで、毎週毎週リスナーさんに体を売れやいいんだよ。いや、私がみんなを抱けんだったら、女の子好きだったら、毎週ね、10万とかで体を売って、ね、性交渉してお金もらうよ。中はね、男でも女でも関係なくキスマンなの、私。だって、ヨギママともチューしてたじゃん。録画見てびっくり。まだ全然酔っ払ってないのに、ヨギママとチューしてたのよ。みんなできるか、ヨギママとチュー。この中にヨギママとチューできる人って何人いるの？私しかいないでしょ。で、こんな1万人見てますけど、ね、この1万人の中の一人しかできねえだろ。無理だろ、きついだろ。いくな、私はお構いよって言ってね、ナナちゃんにお構い、私は女になってるから、もうやべえ。お構いのが実際の共通なんだよね。誕生日会とか、一緒にね、お祝いとかしたいから、ルルルルルルとかって言ったの。じゃあさ、誕生日会でね、BGM がめちゃくちゃうるさくて、あとマイクパフォーマンス。ヨギママの 99.999% 話が聞けなかったんだよ。だから私はヨギママとあんまり絡まなかったの。全く聞こえない。あいつ、いるかも、ピピーとか言ってんだけど、いつもだったらね、うるさくなかったら聞き取れんだけどね、半分ぐらい。もうさらになんかね、BGM すごくて、もう 99.99% 聞けないの、ね。で、誕生日会すごかった。配信者いっぱい集まってるけど、あーとか言ってさ、なにって、藤見ちゃんなにとか言ってさ、で、藤見、ななさん、うん
あす、うーんとか言ってるね。すごかったよね。で、真ん中にたくみくんがいて、たくみくんがなんかこんなになってるね。こうやって。なんか居心地悪そうね。こんなさ、真ん中でね。藤見ちゃんと私に囲まれてるから。で、たくみくんは声ちっちゃいんだよ。あの人ボソボソって喋ってんだけど、ね、全然会話も拾えないし、小さすぎてね。何話してるのかわかんない。で、目の前ではヨギマが、はっけかかって、大きい声で、あんげしくって、ビニールの、ピンタブルデーとか言ってんだよ、もう。全然もう頭おかしくなんじゃないのみたいな。持ち寄り。食えんだったら、マサツグがな、おめえらを抱けんだったら、パイオツデーカーの金髪のな、グラマラス姉ちゃんを、バンバカバンバカな、後ろからついてヒーヒー言わして、髪の毛引っ張ってね、目の中に指突っ込んで、ガチャガチャガチャってやってさ、ね、こんだけ汁出てんのかっつってね、こんな濡らす悪い子なのかっつってさ、ね、やるけど。いや、私ね、和製ちゃんの枠に初めてコメントしたの。そしたら、和製ちゃんがね、あらーって、奈々ちゃん遊びに来てくれたのね、とか言いながら、なんか無知をね、引っ叩いてたんだよ。この人何やってんのかなと思って。で、奈々ちゃんは、どっちなのとか言われて、S なの ?M なのって。はっきりしなさいよ、とか言ってさ、なんかバッチンバッチンやってんだよ。で、絶対奈々ちゃんはこう言われたらこういう風に、ね、気持ちよくなるかな、とか言ってね。なんなのこの枠、みたいな。おかしいだろ、みたいな。アムチンの真似して、行くでーみんな、やるよー今宵も、やってくるパーティーいいやん、すごいやん、最高よ、花火、ファンタスティック、イェイありがとう、ボリューム上げてくぜやるやん、なんとかちゃん、やるやん。行くでーふざけんなよ、マジで、ほんとに。うっせぇな、朝からガチャ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 。ずーっと声聞いてるわけじゃねえんだよ、こっちはや。お前らの愚痴をずーっと言わせてもらって、こんなふざけんなよ、マジでって感じ。ずーっとね、家の中に引きこもってね、料理とかなんとか見てるよ。ビッグバッグとか、そういうので料理できんだろうな、これな。もう、ケンジ君。起きなきゃダメで間に合わないよ。もう8時半過ぎてる。もうダメだよ、だから昨日言ったじゃん。焼酎はダメって言ったでしょ。え？じゃあウイスキーも一緒だったの。いやだったら焼酎より、そうで炭酸割りとかに水割りでいいね。水割りね、氷なしね。じゃあ飲みすぎだから、だから351。本当にムカつく。酒ばっか飲んじゃってさ。もう酒ばっか飲むんだもん。いや、すごい。だって1日3合も飲むからね。はい、すごくない？次の日ね、だってね、仕事なのにさ、3合も飲んでんだから。ね、毎日毎日3号だよ。バカにならないの、酒代だってさ。ねえ。お酒代だってね、10万超えんだからさ、うちはさ、ヘンジ君のね。モンジュリが飲めよって、私は飲まない人でしょ、お酒は。カズ君はね、別れた。とっくの塔に去年の段階で、去年の12月に別れたの、家族のとはね。もう、6年とか一緒に住んでたけど、家族は出てっちゃった。なんか好きな、別に好きな子ができたんだって。なんか今、ケンジ君と一緒に暮らしてるけど、そう、家族はね、長かったけどね、結婚しようって言ってたんだけど。ないのね、子供も作ろうって言ってたんだけど、はぁ、あ、はぁ、あ、まあうまくいかないですよ、男と女は本当に。いや、ドンピーカズくんじゃなくてね、鈴木カズくんっていうのがいたんだよ、うちには。お化けなのかなんなのかわかんないけど。
あ、でもだいぶ取れてんじゃない？ほら。わお。結構水抜けたんじゃない？この感じ。いや、衣いらないって唐揚げくんは。作ったことないっしょ。普通の唐揚げじゃないの。あの食感を出すために衣なんかつけちゃダメ。普通の唐揚げになんの。全部私レシピ調べてるから。いらないっつってんの。いらない。このまんま揚げるの。そうしなきゃナゲットになんないっつうの。ナゲットに衣はつけません。じゃレシピ見せてやるよ、うるせえな、クソババアだ、もう本当に。作ったことないのに文句言わないでくれる？これ1工程目。だ、コップと一緒だね。よく折り紙でやってたコップだよね。あ、だからここの柄が合うようにしたらいいのかな。ここの上の部分を、こうだって。いや、こうだって。で、D を星で合わせます。あ、そういうことね。こうだ。あら、すごーい。で、唐揚げこんなね できたね。かわいいね。それで最後、あ、なんかこの状態でもう完成だ。ほら。ああ、そういうことね。こうね。こうだ。ねえ。こういうこと。ええー、これよくできてんね。めっちゃよくできてない？これ。おお。 かわいいね、これ。で、いいんじゃないの？はーい。3、4、あれ？ 6 個あるな。これこっちかな？こうだね。1、2、3、4、5個だね。こう感じ。完成！こちらが唐揚げくんでーす。セット。でもさ、すごいさ、唐揚げくんじゃない？で、やっぱ衣つけなくてよかったよね。マジ唐揚げくんじゃね？これ。この感じ。どう？でしょ？この味がわかんないけど、いただきまーす。うー、唐揚げくん！これやばー。まんまなんだけど。マジ唐揚げくん買ってきてそのまんま食べてるみたい。ほら見て、これ。豆腐が入れたのがいいね。この感じわかる？唐揚げくんのこの感じ。で、これはプレーン。普通の味ね。で、豆腐を入れたことが結構ね、クオリティ上げたね。そう。これ豆腐入れた方がいいね、みんな作る人は。もう豆腐、あの食感だよ。唐揚げ粉の食感。柔らかい感じのね。で、これは何味だろう、これ。これいってみようかな。ちょっと味がわかんないんだよ。いただきまーす。ん？ん？あ、ピリ辛だ。レッドだ。あ、辛い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 。
後から来るんだよ。辛い、ピリピリピリってきた。結構あれ唐辛子入れたもんね、私ね。ねえ。で、次チーズ。一番ね、でも再現度高いのこのチーズだと思う。中身は、ベースは一緒なんですよ。ニンニク、生姜、あとなんだっけ？塩コショウ。あとなんだっけ？中身は、ベースは。ベース何入れたっけ？あと鶏ガラか。私、ソーミシャンタン入れたんだけど。ごめん、こっちが辛いやつ。こっちがチーズだ。こっちがチーズ。これプレーン。チーズ。あと辛いだ。ちょっと、わかんなくなっちゃったな。わかんないね。微妙な差なんでね。味付けは結構濃ゆく作った方がいいね。全然薄いんじゃん。あれ？これがプレーンかな？あ、体重測定ね。ちょっとごめんね。まあでも再現度は高い。味付けだけだね。味付け濃ゆくするだけぐらいな。これガチでみんな作ってみて。真似して。86.6 だね。ってことは、ってことはですよ、痩せてるね。86.5。OK。だからちょっと記録をね、更新しといて。疲れちゃった。これが多分チーズだと思うんだよね。でも色が最初にやったのは何なのみたいな。Tシャツはね、結構ね、これチーズだな。うん。もうちょっと粉チーズ入れた方がいいね、中に。な。結構私バーって入れたんだけど、もうワン振りぐらいかな。うん。黒のティーバッグが見えて、今日黒のティーバッグじゃないし、私。何しろ嘘つくの。イカレ型のパンツなんだけど。これケンジ君ね、好きなんで、このイカリ。イカレ型？イカリの形、あの、船のやつ。デートの時に私ね、パンツ取り替えなくて、イカリパンツを履いてね。もう怒り型。全部怒りの模様がね、ブワーってさ、パンツの周りに。それで、ね、笑ってた、めっちゃ。ごめんねって言いながら、時間がなくてね、その時ね。お迎えの焼き鳥かなんかを作ってたからさ。うん。で、未だに言われんね。今日、奈々ちゃん何のパンツって、いや、怒り型じゃないよ、つっとね、笑ったりとかするね。今日イカリ配信しようみたいな。うん、横浜の限定パンツね、リスナーさんがもらったやつだ。気にならない？じゃあ、うちにはね、エッチなパンツいっぱいあるんだよ。ティーバッグとか、ヒラヒラがついてるやつとかね。いっぱいあんだけど、お家に来た時にね、全部料理の仕込みをしてたんで、で、パンツを取り替えるの忘れてたね。で、顔もめっちゃね、キメッキメで、洋服もキメッキメだって、パンツがイカリ型だった。脱いだ瞬間にね、イカリパンツの。ん？何の形ってどうやって履くの？何それ？何て読むの？それ。
怒りの形ってどうやって書くの？こう怒り、あの船とかについてんで、ね、怒りってこう次はいつ会うの？どうだろうね。どうだろう。来月になっちゃうかな、この感じ。ひーちゃんの誕生日会ですごいお前が臭かった。いや、あれもひどいよね。私じゃないからね、臭いの。店全体が臭かったの。私だって店入った瞬間に言ったよね。くっせえくっせえって。なんか雑巾みたいな匂いがするって。私じゃないよ。だって私が入った時に匂いしたもん。ってことは私じゃないでしょ。店の中がくせえんだよ。ねえ、エアコンとかね。臭い店、なんかね、いろんなね、脇の匂い、雑巾の匂い、あとなんか足の匂い、なんかね、いろんな匂いが混ざってて、私もくっ、我慢できなかったらくっせえくっせえ言ってたじゃん。店の中じゃなくて人が40人いたから、いろんな人の匂いが混じってるみたいな。しかも、湿気もね、多かったし、あの日ね、暑かったし。くっせえやついたんだよ。和道ちゃんは脇が出ない匂わなかったよ。私ね、私が想像するのだったら、いや、藤見ちゃんとひろんなちゃんで何回も会ったるからわかんねえよ。よぎママもね。この三人は臭くない。で、ももこちゃんも臭くないっていうの知ってるんだよ。ってことは、だから会ったことある人で臭い人はいないんだよね。ってことは、私が初めて会った人じゃん。コマイくんも何回も会ってるけど臭くない。中村くんも何回も会ってるけど臭くない。うん。和道さんはあんまり会ったことないんだよ。3回ぐらいかな。3、4回ぐらい。うん。カレンちゃんね、私隣の席に行ったけど臭くなかったんだよ。カレンちゃん、ランディさんは臭くなかった。私横にいたもんね。深夜チョコはめっちゃいい匂いする。すごいおしゃれな匂いする。りんちゃんも私隣で喋ってたけど臭くなかったね。りんちゃん。あの女の子ね。だから誰が臭いんだって私も犯人探ししてたもん。たくみくんはいい匂いする。ずーっと探してたのにその匂いの元がわかんないんだよ、本当に。ずーっと臭い臭いと思っててさ。だから誰なのかなってさ。エンディ君も臭くない。香水の匂いする。和道さんなの？本当？うん。いや、本当にね、誰じゃないの。店の中が臭いの、本当に。なんかゲロみたいのと、脇みたいな、シャンパンのなんか汗みたいな匂いとか、香水の匂いも混じってるし、足の裏の匂いみたいな、脇がみたいな匂いもしたし。全部ミックスだ。うん。ゲロを吐いた人はいないな。で、最初自分かなと思ったんだよ。ね、自分のね、ずっと私チェックしてたんだけど、私じゃないんだよね。マロンちゃんありがとう、ジャバク、イェイイェイ。ね、私は結構いい匂いって言われるね。うん。だって全部クリーム塗って出てったし、あの日ね。メンバーシップで見てる人わかるけど、香水も振ってるから、あの日。ね、髪の毛もちゃんとね、いい匂いにしてね。うん。店に染みついて、だから誰かが臭いんだよ、本当に。誰かがめっちゃ臭いんだよ。私が喋ったことない人かもしんない、もしかしたら。喋んなかった人も何人かいるじゃん。あん中に犯人はいると思うよ。誰だろう。明日はね、なんだっけな。明日はですね、水曜日メンテだけど、おて、